アレルギーを起こしちゃう人いますよね。ああはい、ありますよね。そうなので人によってはスーパーフードが毒になるんですよ。だからスーパーフードですって言って歌ってる広告あるんですけど、うん、人によっては毒になるので、うん、スーパーフードってじゃあね、みんながみんないいわけじゃないよねっていう話になっちゃうじゃないですか。あ、はい、うん、だからスーパーフードとして歌ってるけど、うん、まあどうなんだろうなと思うわけなんですね。それも食べたからって紙に直接栄養いかないんですよ、うん、その食べた栄養がね、うんうん、デジタルデトックスってのがあった方がいい。デジタルデトックス、そう最近ちょいちょい流行ってきてるんだけど。そうなんだ。スマホを一切触らない、うん、あでも電磁波も出ないように、はい、そういう箱に入れる。あ、はい、Pラボのケンです。ヤマピーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今日はね、あのスーパーフードなんてものはないというタイトルでやっていきたいと思います。あのスーパーフードという言葉自体、はい、私には馴染みがありません、うん、あ、そうですか。ないです。スーパーフードってね、いろいろとちらっとなんか聞いたことあるけど、はいはいはい、見たり何か、もちろん自分が取ったりしたことはないですね。おお、ない。ないです。まあまりそういう健康食品とかはあんまり興味がない。あ、正直ないですね。あ、そうなんだね。はい、だって味美味しくないじゃないですか。あ、まあそういうイメージあるよね。イメージあります、うん、あるよね。まあスーパーフードってまあ、始まりはね、1980年代ぐらい。あ、じゃあ意外とそんな、うん、そんなでもない。そんな前でもない。そうそうそう。1980年、うん、よ、まあ40年ぐらい前。うん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 。まあ、アメリカとかカナダで、あの、まあ、食事療法を研究する、まあ、専門家の間で、まあ、有効成分とかを、まあ、突出して多く含む食品に対してスーパーフードと言われて。あ、呼んでた。呼んでるってことね。はい。いうことなんでね。そうで、まあいろいろと出てきてるんだけど、うん、ただ、まあ、スーパーフード、まあ、栄養価に確かにね、優れてるんですよ。ほう。カカオとか。え、カカオスーパーフードなんですか。はい、カカオスーパーフードに入ってるんですよ。チョコじゃないですか。チョコね、チョコ、ね、原料っていうか。そう、あとはココナッツとかマカとか。豆類が多いんですか。豆類が多いんかもしれないね。豆つか、ナッツ系、うん、ナッツ系がね、うん、そう、朝飲みとかね、はいはいはい、入ってるんだけど、ただ、スーパーフードといってもやっぱり人によっては、うん、その豆類、ナッツ類とかも、うん、アレルギーを起こしちゃう人いますよね。ああ、はい、ありますよね。そう、なので人によってはスーパーフードが毒になるんですよ。だからスーパーフードですって言って歌ってる広告あるんですけど、うん、人によっては毒になるので、うん、スーパーフードってじゃあね、みんながみんないいわけじゃないよねっていう話になっちゃうじゃないですか。あ、はい、うん、だからスーパーフードとして歌ってるけど、うん、まあどうなんだろうなと思うわけなんですね。だから結局のところ何々がいいからこれ食べれば健康になるとか、これ食べれば肌が綺麗になるとかっていうのよくありますけど。ありますね。それはその人によって変わっちゃうんで、うん、万人に受けるものではないということを理解しておかなければならないと。あ、そうじゃないと危険ですよってことですね。そう、それこそまた騙されてしまうと。あ、うん、ヤマピーみたいに。そう、ヤマピーみたいに、はい、そう、いっぱいね、買っちゃうわけです。誰が騙されてる。誰が騙されちゃうからすぐね。なので、はい、そう、そういったものをね、まあ、自分で、まあ何、まあ、アレルギーがあればね、自分で分かると思うんだけど、はい、そう、だからスーパーフードはないということが言いたいわけです、うん、はいはい、確かに栄養価がすごい高いものはスーパーフードとしてね、だっていいけど、うん、あなたにとってスーパーフードかどうかは分かりませんよと、あ、うん、いうことなんで、はい、そこはちょっと間違えない方がいいんじゃないかなと思うわけなんですね、うんうんうん、はい、はい、そうなんです。だからなんかいろいろね、いっぱい出てきてるんですよ、スーパーフードが。ああ、そうなんですか。はい、最近いろいろ出てきてて、まあ、そのスーパーフードが入った、サプリメントとか、ね、売り出されてるんだけど、うん、ただ僕が思うに、うん、まあ、サプリメントも結局はまあ人工物、はい、ね、なので、まあ、あまり良しとはしてないわけですよ、うんうん、はい、まあ、あくまで栄養補助食品なんで、うんうん、はい、
基本はやっぱり、ね、自然な食べ物主菜があって、まあ、それを、まあ、自然な食べ物をちゃんと食べて、うん、まあ、それでも足りないものを、まあ、サプリメントで食べると。まあそうだね、自然のものいいよって言ってたもんね、うん、そうそうそう、あの前回だったかな。そうだね、その自然なものを食べるのがやっぱ一番いいんで、そういったサプリメントとかに頼っちゃうのは良くないかなと。あ、うん、ヤマピーは飲まない。ヤマピー正直、うん、サプリ、うん、未経験です。あ、未経験なんだ。一回もないですね。あ、そうなんですか。サプリは本当にないです。興味がない。興味がない。あ、うん、っていうか、まあ、試したいと思ったことはない。あ、そうなんだね。なんか、まあ、うん、要はあのビタミンとか、うんうん、なんか必要なその成分を抽出しているわけじゃないですか、うん、そう鉄分とかなんか。そうだね。だから、まあ、足りないのを補うっていうのはいいんだろうなとは思うんだけど、うん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 、なんかだからといってヤマピー、うん、あ、じゃあちょっと例えばなんか肌きれいになりたいからビタミン取ろうとか、うんうんうん、でそれでだからといってサプリっていうふうにはならないですね。なるほど、はい、でもそれですごい困ったことはない。なあ、いやー、どうなんだろう。あ、サプリをやってないことで困ったこと、うんうんうん、まあでもやったことがないからな。そうなんですよね。そうかそうか。いや、試してみて、なんかやこれ嫌だったなとかっていうのも分かんないんで、うん、まあ、そうだよね。そうなんですよ。ただそのサプリメントも、まあ、ビタミンとかねあっていいよとは言われるんだけど、はい、例えばね、よく言われる髪の毛にいい食べ物、海藻類とか言われるじゃないですか、はいはい、ね、よく聞きますね。ね、よく聞くよね、うん、まあ、それも食べたからって髪に直接栄養いかないんですよ、うん、その食べた栄養がね、うんうん、だからその髪にいいよって言われてるものを食べたからといって、うん、髪にいかないのはもう体中のその臓器、うん、髪の毛って命に関わらないことですよね、はいはいはい、だから栄養素も本当に最後の最後の残ったやつが髪の毛に行くんですよ。体中の命に関わる重要な臓器に栄養素がちゃんと行き渡った最後の最後のカスみたいなものが髪の毛に行くので。なるほどね、はい、だからそれを食べたからって髪が良くなるっていうのは、まあ、まずないと考えてもいい、うんうんうん、それだったら、まあ、いろんな味のもの、うん、バランスよく食べるっていうのが一番、うんうんうん、っていうね、うん、はい、ところなんだけど、うん、そうだからね、肌を良くしたいからコラーゲンとかってね言うけど、あ、コラーゲン食べたからってお肌にいかないんで直接ね。へ、だってコラーゲンを欲してるとこって他にもたくさんあるんですよ。肝臓とか、肝臓とか、はい、骨とか、はい、軟骨の部分とかね。だからそれが全部行き渡って余ったら、余ったら行くけど、まあ、もちろん角質層とかにもねコラーゲンとかあるから角質ね、うん、あの必要なんだけど、うん、ただそこよりももっと必要な部分って重要な部分が臓器なんで、まあ臓器、はい、そこにちゃんと行き渡った後にそういった栄養素は運ばれるので、うん、そうだからそれを食べたからってね健康になるとかっていうのはなかなか難しいよね普通に考えて。じゃあ、はい、はいはい、じゃあそしたら臓器とかそういう大事なところに、うん、でも余りあるくらいその成分を取っちゃえばいいんじゃないですか、うん、そういうわけではないんですか。それもまた取りすぎになっちゃうのね。取りすぎも良くない、うんうんうん、そう臓器にまあ行き渡っているのはいいことなんだけど、はいはいはい、ただそれを上回るからいいかって言ったらそうじゃないよね。そう、それもまた取りすぎになっちゃうんで、まあ、だからまあほどほどがいいんだけど、そうだからまあですね、髪の毛にいいからひじきじゃいっぱい食べるとか、はいはい、いっぱい食べるとか、はい、食べればじゃあね、たくさん体に入って臓器にいっぱい行くから、うん、髪の毛にもじゃあいっぱい行くのかって言ったらまたそれもそうでもないってところなんで、まあ基本やっぱりバランスよく食べてっていうのが一番いいわけだよね、はい、そうでサプリメントとかを取るのもいいんだけど、はい、それに体が慣れちゃうと、うん、もうそういう体になっちゃう。もうそれがないと体が逆になんか不健康になってくる。やっていけなくなっちゃう。そうそうそう、それをまた取らなくなっちゃったら、はい、体が不調になっちゃう。あ、でもそれに慣れちゃってるから。あ、なるほどね。そうだからそれもまた怖いとこで、あ、だから本当に不調になった時に取るんだったらいいんだけど、もうそれをずっと続けちゃうと、うん、もうそういう体になっちゃうんで、そうしたらやめらんなくなっちゃう。やめらんなくなっちゃうんですよ。薬と同じなんですよ。あ、まあサプリメントは薬じゃないけど、はい、だけど同じような効果が得られちゃうんですね。だって毎回同じ
ね、効果が得てたものが急に得られなくなったら、うん、不調が一気に出ちゃうんですよ。うん、一気にそこだけの数値が下がっちゃうんで、はい、例えば鉄分がないからじゃあずっ と, とちゃんと取ってましたと、はい、で鉄分安定してましたと数値が、はいはい、でもそのサプリを取らなかったら、はい、ガクッと下がるわけですよ、はい、そしたらそのガクッと下がった分だけ不調を感じるわけですよ。あ、もう順応されちゃってるんで、はい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 、体が、うんうんうん、だからそれはまた怖いんで、だって一生じゃあ食べ続けるんですかってなっちゃうじゃないですか。うーん、ね、サプリ取ってるから健康なんですかって言ったら全然ね、がんなる人もいっぱいいるし、サプリ取ってたって、はい、逆にね、タバコ吸ってたって90歳まで生きてる人いるじゃないですか。あ、いますね、うん、だからそうとも限らないんですよ、うんうん、だから、まあ、自分が何を信じるかなんですけど、うんうん、はい、だからまあそういったスーパーフード取ったからで健康になるかといったらそうじゃない、うんうん、逆に毒になる人もいっぱいいるってことなので、はいはいはい、まあ、そこはやっぱり自分の体質を知って食べるものを決めると、うん、いうことが大事になってくると思います。はい、はい、まあ、だからね、ヤマピーはそのまま別に取らなくてもいいんじゃない。そうだね、うん、ヤマピーね、美容とかには興味もちろんガンガンあるんですよ、うん、おー、そうなんだね。だやっぱり自分の見た目に関するじゃないですか。はいはい、そうだね。まあスーパーフードとか、まあそういうサプリには正直そんなに触手が働かないっていうか、うん、なるほどなるほど、うん、そうね、うん、まあ例えばですけど、うん、じゃあそれやってみて、うんうんうん、なんか結果が出ちゃったら、うん、多分続けなくなっちゃうと思います。まあそうだね、うん、そういうのはなかなか結果出なそうだなというイメージがあります。まあ、でもそうだね、薬じゃないからね、はい、うん、イメージがそうなんだよね。かなり長い間続けてて、うん、ああ確かにそのおかげなのかなとかぐらいにしか感じないんじゃないかと、うんうんうん、そうだね、イメージね、うん、やったことないから、うんうんうん、そうなんです、ね、でさっき言ったみたいにさ、やめちゃったら急に不調を感じたりとかさ、うん、そうそうそうっていうことでしょ。そうなんだよね。そうするとなかなか今のを聞くとは、うん、じゃあやっぱりまあそこまで気にする必要ないのかなと、うん、ヤマピーは思っちゃいます、うん、そうだからね、気にしすぎる人が多い。あ、うん、まあでもね、気持ちわかりますけどね、まあまあまあ、やっぱりちょっとでもね、その美容とかさ、健康に結果とかさ、うん、まあ目に見える結果が欲しいって悩んでる人いっぱいいるだろうから、うん、やっぱりさ、肌綺麗になりたいじゃん、みんな、うん、まあもちろんね、うん、そうなんだよね。だからやっぱそういう広告とかね、うん、そういう、まあスーパーフードもそうなんだろうけど、うんうん、あるとやっぱ手を伸ばしたくなっちゃうね。なっちゃうね。手の届く金額だったらなおさらね。そうだよね。そう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 、はい、なので、まあそれを取ったからって健康になるかどうかっていうのはその人次第だし、まあそれを取る前にまず生活の仕方を変える、はいはいはい、うん、正す。まあ前回もね、睡眠と運動やりましたし、ね、うん、そう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 、まずそこだよね、はい、最低限できるところから始めて、うん、それで健康になっちゃう人って結構いるんですよ、うんうんうん、だから僕もね、10時に、はい、まあ、仕事でやっぱ遅くて12時近くなっちゃったりとかもすることも多かったんだけど、うんうん、やっぱそうすると不調がちょっと出るんだよね。翌朝ちょっと起きるのに辛かったりとか出ちゃってたんだけど、うん、10時きっかりに疲れてる時ね、うん、不調を感じた時に10時きっかりに3日間とりあえずやってみた、はいはい、そしたら4日目めちゃくちゃ快適だったよ。あ、それ起きるのはやっぱ何、その5時台、うんうん、あ、5時半に起きてるからね。あ、自分はね、5時半、そう、5時半ね、うん、そう、あ、そう、なんでめちゃくちゃスッキリ、本当に、まあ、大体3日続けるとね、効果わかる。お、おってなる。お、違うってなる。へえ。1日だとちょっとわかんないと思う。あ、まあね、うん、3日間連続でやると、お、変わったかなって感じがわかると思う。そう、まあ、だから前回もね言ったけど、まあ、10時から6時とか、はいはい、うん、の睡眠で、まあ、3日間でもちょっとやってみたら、うん、その不調は多分ほとんど改善されるかもしれない。うん、うん、やっぱ睡眠ってすごい大事じゃんね、睡眠と食事ね。じゃあまずは、うん、まあ見てくれた人は、うん、そこからそこからまず始めて、まあ、一番手軽にできるよ、手軽に、そう、お金かけなくて、ね、かけなくていいよっていうことですね。そうなんですよ、まず生活をね改善してもらって、うんうんうん、ほとんどの人がね遅くまで起きてると思うので、うんうん、まあ、テレビ見たりとかね、はい、やってると思うので、はい、
なのでデジタルデトックスっていうのもやった方がいいよね。デジタルデトックス、そう最近ちょいちょい流行ってきてるんだけど。そうなんですか。スマホを一切触らないっていう、うん、あでも電磁波も出ないように、はい、そういう箱に入れる。あもう電磁波を一切チャットアウトする期間を作るとか、はい、っていう風にやるといいですよ。そうなるほど。あとはね、裸足で土の上歩くとかね。まあ現代人やんないけどね、普通に。まあでも子供の時とか、うん、よく裸足で走ったりした記憶ありますよ、うん、走った、うん、あなんかあったでしょ、裸足で走ると 50m 走速くなる説、うん、そう、それやってた、うん、小学生の頃、うん、中学生もやってたな。やってたかもしれない。裸足で走ってたのは俺だけだった、うん、裸足で走ったら速くなる説とかで、うん、そうだね、やっぱ軽くなるというか、軽くなるから、ね、あとまあ蹴りもちょっと俊敏になるみたいな、うん、あれでね、うんうんうん、やってたけど、うん、走り終わった後めちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃ痛いよね、うん、まあ、あとヤマピーはあの小学校の時のグラウンドに猫の糞があって悲惨だったよそこにあったんだ。あったよ。踏んじゃったんだ。踏んだよ。すごいな、その糞は、うん、ほんとだよ。1週間ぐらいあれだよ、よういじられてだろうね、近寄るなんて金扱いだよね。ほんとだよ。いやそうだね、そう裸足で歩くとね、体中の電気がちゃんとアースだ流れる。あね、帯電してる。そう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 、その要はまあ電化製品とかでもさ、うん、アースってあるじゃない、うん、電気をね流すっていう、うん、まあそれをまあ地球でやると、なんかまあリセットする的な感じ。そう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 、帯電しちゃった電気を放電するっていうのに、はいはいはい、まあ今ねほとんどの人はゴムの靴履いて、あそれをできないになっちゃってるから、うんうんうん、やっぱり帯電しちゃうわけよ。あだからよくね、冬なんかこう車開けようとするとバチとかって、あ、静電気ね。そうそう、静電気がなります。ヤマピーめっちゃなりますよ。なるでしょ。ヤマピー冬じゃなくてもなるもん。あ、本当に。うん、じゃそれ相当帯電してるんじゃん。うん、かなり帯電してる。うん、それ放電しちゃった方がいい。あ、うん、学校の校庭行って、はいはい、ね、裸足でね、裸足で、そう、そんで猫の糞踏めと、そう、踏んで糞もね、つけて一週間人からいじられろと。そうそうそう、なるほど、なるほど。そうですよ、そういう風にやるとね、いいよね。だからやっぱ昔の生活をするのはやっぱ一番いいよね、健康に。あそこにやっぱり戻るんじゃないかなって、うん、だって昔ってこんないろんな病気なかったからね。まあそうですね、まあ、昔といっても自分たちがもっとね、子供の多分自分たちが小学生とか中学生の時はまあ確かに、うん、花粉症だってなかったよね。なかった、ね、花粉症っていう名前もなかったしね。うん、いろんなアレルギーが出てきて増えてるよね。そうで今除菌除菌でね、うん、ね、あれどうなんですか。まあ除菌ってね、特にまあ今の社会だと必要なんだろうのは分かるんだけど、うん、あれ菌に対する耐性が下がっちゃうってことある。そうそうそう、下がっちゃうからやっぱり免疫力落ちちゃうよね。あーそうだよね。だから病気だから今ね、子供たちってすごいさ、うん、綺麗な清潔なね、はいはい、ところで生活してるから、うん、病気になる確率は高いし、うん、ね、アレルギーも多い、喘息も多いと、うん、そういう状態に陥っちゃってるわけじゃない。まあ感染症とかは怖いからね、うん、そこの対策はするんだろうけど、うん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 、ある程度そのまあなんつうんだろうな、雑菌っていうか、そう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 、そういうものに対する免疫力があった方が、うん、あった方がいいんだよ。いいってことですよね。だってそのためにワクチンってあるじゃん。うん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 、コロナもそうだけど、うん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 、一回それにさらされて体制を作ると。体制作るとね。うん、だけど今はまあそういうワクチンがあるからあれだけど、うん、それ以外のものって全部シャットダウンされちゃってるから、ね、されちゃってるから、ね、体制がないと、体制がないから、うん、そうすぐ病気になっちゃう。なるほどね。まあ皮肉なもんですね、うん、何だろう、これ除菌除菌でガードしてるはずが、いつの間にか体はノーガードになってるんですね。そうそうそう、ヤマピーはうまいこと、うまいこと言ったね今ね、うん、めちゃくちゃうまいこと言ったね、はい、うん、そこだけちょっとテロップ言ってくる。ああ、テロップ言っといてもらいます本当に、ね、はい、そうね。そうだからまあね、食べるものにしてもそうだしね、まあ生活をやっぱりまずは見直すというのが一番、うんうん、健康になるための近道
で、まあ今日のそのタイトルにもあった、まあ、スーパーフードなんてものはないっていうのは、うん、まあ、要は人によって変わるよってことなんですね。そういうことなんですね。栄養価の高い食べ物はあるが、うん、それが万人に受けるというものではないぞということですね、うん、そういうことです。言ってましたもんね、うん、その人が生まれたその土地の食べ物がいいんだって、うん、そうそういうことですよね。よく覚えてるね。当たり前じゃない当たり前じゃないですか。すごい、誰だと思ってるんですか。ヤマピーだぞ。ヤマピーだからそうだよね、山口プロデューサー。そうなんですよ。そういうことだね。まあ僕らもこうやってね、まあ、仕事終わった後にやってるんで、まあ、ちょっとね、あの大変ではあるんですが、皆さんの応援でですね、頑張っていこうと思いますので、はい、まあ、この動画が少しでもいいなと思えば、グッドボタンと、あとはチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あとは登録ですね、 LINE のお友達になっていただいて。これあれでしょ、もっといい情報あるんですか、うん、あ、そうです、LINE の登録、お友達、はい、ヤンピーずっと思ってたんですよ、うん、もうこれ4回目じゃないですか。そうだね。何これ登録したら何があるのかなって、ヤンピー今更ここで聞いちゃうけど、知らなかったから、うん、あ、そうだよね、うん、そうだね。これ何、もっといい情報もらえちゃうってこと、うん、もっといい情報っていうか、もっと詳しい情報ですね。ああ、はい、そういう、まあ、美容健康に関する。そうです、しかもちゃんとテキストで来るから。あ、保存できるし、ね、ああ、うん、そういうことか。そう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 、ね、こういう動画だとこう流すけど、テキストだったらこうパッと見れば、あ、これだってすぐ分かるし。あ、確かにね。そう、しかもね、この動画別にテロップとかそういうのね、ほとんどないもんね。そう、あのね、僕らね、始めたからね。そうだね。そう、テロップとか、ただ喋り倒してるだけだもんね。そうテロップとかつけませんよと。ああ、ね、これが本業だったらね、ガンガンやるけど、うん、じゃないんで、すいません。じゃあ、まあそういった今この動画見てくれてる人がいて、うんうんうん、でまあちょっとね、あ、興味ある、うん、いいなって場合はこの LINE は有効ってこと、さらにかなり有効だと思いますよ。はい、しかも無料でもらえちゃうんで、これも。あーらら、そうなんです。そういうことですか。そういうことなんです。ヤマピーがね、代わりに払ってくれるそうなんで。あー、まあね、そうちょっと本業で稼いでね、うん、はい、そうなんです。なのでそういったところもね、まあ、こっちでコメントいただいてもいいですし、はい、YouTube の方でもね、コメントいただければと思います。はい、はい、なのでぜひね、登録していただいて、はい、はい、一緒に学んでいきましょう。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。